はい、皆さんこんにちは、はい、ナプラウド TV のオーフェンです。よしです。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。週に1本はトークビログをやりたいなと言って早1ヶ月、うん、なかなか2人の予定が合いません撮影のすいません、まあ、なんだかんだ月に1本ぐらいになるかなと思うんですけど、そうね、はい、トークビログやっていきたいと思います、うん、でこのトークビログのコーナー名、ね、考えましたね。うん、考えた。はい、その名もナプラウトレディオ。なんだっけお題は。お題はですね、うん、先日質問を募集しましたところ、うん、質問コーナー、質問箱、早速ご質問もいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日は質問にお答えしていこうということで、うん、そうですね、始めていきます。では行きましょう。はい、ナプラウト TV 様、はじめまして、さくらぼんと申します。ありがとうございます。さくらぼんさん、昨年末にハワイの動画をいろいろ見てましたところ、ナプラウト TV さんの動画を見つけました。綺麗な映像と美味しそうな食事、お二人の飾らないキャラクターにハマり、他の動画も続きざまに拝見しました。ありがとうございます。ありがとうございます。そこで質問させていただきます。今まで行かれた中で一番好きな国はどこですか？その理由は何ですか？これから一番行きたい国はどこですか？その理由は何ですか？いつも美味しそうな食事をされていますが、お店選びのポイントなどありましたら教えてください。たくさん質問してしまってすいません。これからも応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはいつも応援いただいてありがとうございます。ね、こんな風に応援していただけるとね、心強くてね、頑張れますね。嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではまず一つ目、うん、今まで行かれた中で一番好きな国はどこですか？またその理由は何ですか？はい、吉さんからどうぞ。はい、ちゃんとまとめてきたんですけど、うん、そうですね、今んところ僕の中では2つやね、うん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 、オーストラリアのシドニーとハワイですかね、うん、それはまだその心はなぜ？その心ね、シドニーはね、オペラハウスがあって、うん、この前オペラハウスに行って実際キング&アイっていうね、ミュージカル見たことがすごく良かったですね、うんうん、あとは、まあ、なんだろう、この港町とかね、サーキュラーキーとか、ダーリングハーバーとか行ってみて、うん、なんかすごい良かったイメージありますね、うん、まあ、今まで一番行って良かったところは、まあ、シドニーとハワイかな、うん、まあ、ハワイは鉄板ですよね。鉄板やもね、うん、こんな感じですか？こんな感じかな、うん、私今まで行って一番好きな国ね、結構難しいですよね。よく行く国と一番好きかって聞かれるとなかなか難しいところがあって、うん、そうですね、一番好きなのはマレーシア。マレーシアすごく良かったんでまた行きたいなと思ってます。マレーシアはね、程よく都会なんですよ、うん、都会で人工的すぎず、うん、程よく都会で、でマラッカとか世界遺産がいろいろたくさんあったりとか、マレー料理美味しいし、あと多民族国家なのでいろんな国の人がいるっていうのはすごい面白かったですね、うん、まあ、あとやっぱり好きなのハワイですね。定番ね。定番定番ですね。やっぱり青い海と青い空、ね、もうね、定番なんですけど、ね、やっぱりいいですよ ね、 ね、なんでだろうっていうぐらい、ね、うん、なんでそんなにいいのかなと思ってやっぱいいんですよ ね、 ね、 いいよね。永遠の楽園、永遠の楽園ハワイ、うん、では次の質問、これから一番行きたい国はどこですか？その理由は何ですか？一番行きたい国、行ったことある中で一番行きたい国っていうのがあって、香港に、今なかなか香港行けないような状態になってしまったので、香港すごくいいので、また、ね、行けるように、安全に旅ができるようになってほしいなって思いで行きたいなと思ってます。で、行ったことない国だと予算考えないのであればスペインとかロンドンとかヨーロッパ方面行ってみたいですね。現実的なこと考えるとベトナム行ったことないので行ってみたいです。行けそうな距離で考えれば。そうよね、そうよね。吉さんどうですか？そうだな、うん、やっぱヨーロッパ圏かな。ヨーロッパ圏、ヨーロッパ圏っていう、なんすか、ソースカツ丼じゃない？ソースカツ丼じゃない。ヨーロッパっていうこの大きい国、そうそうそう、ね、うん、まあ予算次第だと思うんですけど、うん、ヨーロッパ具体的にどんなことをしてみたりとか、ね、どんなことをしてみたいとか、い
やなんかおしゃれだから行ってみたいぐらいな、うん、あんまりこの現実味を帯びないというか、うんまあ、予算を考えるとやっぱり一番最初に外れてくるやんかな、どうしてもどうしてもね、うんうん、あと今興味あるのがジョージア、日本人ビザなしで1年間滞在できるのでそうなんだ、そうそうそう、だから地元から出て生活したことないし家族と離れて生活したこともないから、うん、ちょっと1年間行けるっていうので行ってみたいなっていいよね、行ってみたいよね、行ってみたいです、まあ、本当にね予算と時間があれば、ねうん、許す限り、ね、そうよ、してもねこの短期間で行って帰ってこなきゃいけないとかそういう制約をある中でね、なあ中でね、うん、予算もこんだけってある中でと思うと、ね、うん、はい、では最後の質問、はい、いつも美味しそうな食事をされていますが、うん、お店選びのポイントなどありましたら教えてください、はい、ねもう各国いろんなところを行かせていただいてますけども、うん、やっぱり一番オーフェンに選んでもらってるところはやっぱ多いので聞いてみていいですかね、主な情報源としてはやっぱベタなところはテレビですよね、うん、そうね、 BS でやってるザ・ベストホテルコレクションとか、あ確かに確かに、それからハワイだとハワイに恋して、うんうん、もうあれを本当に一番最初番組始まった頃から好きでずっと見てて、最近見れてないんですけど、もう一時ずっと見てて、そうね、でモダンホノルルに泊まった理由も、うん、ザ・ベストホテルコレクションだった、そうそうそう、ね、それを見て、そうね、あそこでガーン出たから、うん、あ行ってみようって思ったもん、そうそうそう、言ってもテレビの力ってすごいな、すごいよね、すごいすごい、うんうんうん、で次他情報源使って YouTube、 YouTube ね、うん、旅行系 YouTuber さんね、うん、そうすんごいもう、うん、ね一番 YouTube で情報収集するのはね、うん、多いよね、うん、実際どんな感じの国なのかとかね、うん、行ったことない国とか行く予定じゃなかった国とかも、うん、YouTube 見ててあ行ってみたいと思って行った国とかもやっぱありますしね、そうね、うん、その中でも多分一番見てるのが竹人さん、竹人さんね、うん、JGC 修行の頃から好きでずっと見てて、本当に初期の頃から ね、うん、タイにね溶けては竹人さんか、うん、デイゼロバンコクさんか、そうか、うん、でそれに付随して大将さんか、うんね、そんな感じですね、うんで台湾に関しては、うん、やっぱ一番は仲良くさせてもらってポヤ旅さん、そうだね、でチェックしてます、うん、いつもありがとうございます、お世話になってます、あの可愛いキャラクターとあのすごい数のテロップですよいや本当すごいんですよあのテロップ、あのね見てるだけの方は分からないと思うんですけど、テロップ入れるのねめっちゃくちゃ大変なんですよ、そうそう、だからあの数のテロップ入れてるのはすごいなと思って、あとコポちゃんさんもね、コポちゃんさんもね、だいぶ丁寧に入れてらっしゃったり、うん、あとアニメーションが可愛い、そう、ね、台湾はあと三円台湾、三円ジャパン、そうね、うん、そうね、うんうんうん、まあ、どちらも毎日チェックしてますね、うん、で韓国だと佐藤くんチャンネルさんですね、うん、韓国で美味しいお店ないかって聞いたらいつも教えてくれくださるんで、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、もう本当になんか大きいメディアに頼るよりもやっぱり YouTube ね、うんうん、各チャンネルさん見た方が ね、実際の雰囲気とか、そうそうそう、ね、うん、雰囲気はね掴みやすいもんね、うん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 、あと私がやってる情報源として Google マップをめちゃくちゃ使ってて、 Google マップってここに行きたいエリアのところで何を探すっていうのでレストランとかコーヒーとか出てくるんで、レストランだったらレストランでポチッと押してその周りでどんなお店があるかとかを見て、で星の評価の高いところとかでどんなお店があるかとかで Google マップの旅をします。ガイドブックにも載らないようなお店で評価が高いお店に行ったりとか、あとはたまたまうろうろ歩いてて、あ、美味しそうと思ってフラッと入ってるっていうこともまあまあありますね、ね、一期一会みたいなそんな感じでパッと入るときもね、うん、ありますね、うん、で後から Google マップ探したら Google マップ上にもない地図にもないお店っていうのもあったりして、うん、2回目行こうと思ったらすごく苦労するパターン、そう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 、あのマレーシアでクアラルンプールでいたベトナム料理屋さんとかも地図になくって、へえ、うん、そうやったよ、でこの前行った台湾でもフラッと歩いてて見つけたお店で入ったお店やっぱり Google マップになくって、こんな感じで回答になってますでしょうか回答になってるかな、なってるかな、なってるかな、さくらぼんさん質問ありがとうございました。
これからも応援よろしくお願いいたします。もう一人、ざっくりします。どんな質問がいいですか？どんな質問がいいですか？どんな質問がいいですか？そうですね、難しいな、どうしよう。そうだね、確かに質問募集したもののどういう方向がいいかで考えてなかったね。まあ旅行に関することとか、うん、いつも何食べてるかとか。ああそうそう、それそれ何が好きみたいな。何がす、あそう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 、私二人は何が好きとか、うん、ね、うん、まあ二人のことこんなこと知りたいよとか、うん、ね、旅行についてのこんなアドバイスが欲しいとか ね、 ね、そういう感じがいいかな、うん、と思います。はいはい、あんまりプライベートなことなんですけど、うん、でまあね、答えられる範囲でなんとか、うん、お願いします。お願いします。はい、ということで、ということで今回のナプラウトレディオは、うん、質問に答えてみようでした、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。また次回の動画も見てください。よろしくお願いします。もしこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタン、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。また見てね。